さて、カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ埼玉県の幸手市でございます。なんかどうやら街はもうクリスマスが近いからツリーとかイルミネーションが増えておりますけどね。まあ僕らは変わらず行きましょうかね。レッツゴー。はい、石高支店さん、やってきましたけど、ここね、どうやらね、あ、なんかアドマチック天国でもこう取材されたという噂のところなんですけど、あの幸手名物が食べれるということでですね、行きましょうかね。おはようございます。塩あんびん、いただきます。初めて食べるな、塩味なんだって。あ、本当に塩味じゃん。なんか塩とあんこって感じじゃなくて、もう塩のあんこって感じがするですね。権現堂公園っていうね、公園がね、その横の、ゆく幸せ湖っていう、行きなんて読むんですかね。未だにわからないんだけど、その湖の噴水、これがね、結構噂の噂でね、すごいよっていうのを聞いてきたんですけど、いや、すごいですね、あれ。一番吹き出てるわ、日本一。権現堂公園1号があっちにあるんですけど、2号はあっちで、3号で4号っていうことで、なんか1号2号3号4号って感じになるんですけど、ここはですね、その、真ん中にあって、まあ散歩道になってるんですけど、春になるとね、桜とか、なんかいろんな花が咲き誇って、色とりどりの景色が広がっているらしいです。今冬ですけどね。はい、ということで幸手市散歩させていただきました。結構この埼玉県公園っていうぐらいですからね、埼玉県の、県が管理している公園なんですけど、良かったですね。あと幸手の名物も食べて、結構幸手のこと知れたんじゃないかなと思います。ということでありがとうございました。